真珠湾、真珠湾、またはパールハーバー。パールハーバーはアメリカ合衆国ハワイ州オアフ島にある入り江の一つであり、湾内にはアメリカ海軍の軍事拠点、軍港などが置かれている。州都ホノルルの西約 10km の位置にあり、隣接地にはアメリカ軍飛行場に併設されたダニエル・ケイイ上国際空港がある。1941年12月の真珠湾攻撃の 地として知られるこの地域にはアメリカ海軍太平洋艦隊の司令部や太平洋空軍の基地などになっており、これらを統括するアメリカインド太平洋軍司令部に隷属して海軍と空軍の統合基地であるがあり、ダニエル敬意の上国際空港が併設されている。また、海軍の艦ドックなどをはじめ軍関連施設が数多く配置され、立ち入り禁止。 撮影禁止区域も多い。湾内のフォード島側には、国定歴史建造物として、大日本帝国海軍以後、日本海軍による、真珠湾攻撃で撃沈された戦艦、アリゾナなどの記念施設が、一般に公開されており、日本では、観光地としても知られている。太平洋戦争初戦である、真珠湾攻撃では、戦艦8隻、従順洋艦2隻、 軽巡洋艦六隻、駆逐艦二十九隻、魚雷艇及び、不設艦や水上規模艦、果ては、潜水艦や標的艦までもが停泊して、日本海軍の攻撃目標とな。この攻撃に先立ち、日本海軍は、真珠湾のように湾内に、島のある形状が似ている、近郊湾、鹿児島県が、震度も浅く、主に航空魚雷を用いた、 大撃機の訓練場に適するとの判断から攻撃の訓練や演習を行った成果が攻撃の成功をもたらした。公開されている衛星写真などから湾内のフォードアイランドにあった海軍飛行場跡地周辺にある航空博物館、海軍関係者の住宅、潜水艦や駆逐艦が整備されている様子、沈没戦艦、アリゾナの水面下の緩影や記念施設、 記念観戦館として展示されている、ミズーリやミドルロックに停泊する多数の観戦なども確認できる。古くはハワイ語でワイモミ、ワイモミ、真珠の水域と呼んだ。英語名、パールハーバーはワイモミのわけである。かつては同様の意味でパールリバーあるいはパールロックスと呼ばれたこともあった。これらの名称や上空写真からも真珠湾の地形が 複数の川口からできた入り江、ロック、ベなどであることが分かり、英語の、ハーバーに対応した日本語では、白地などもあり、船舶が停泊できるワニや入り江などの船だめを、示唆している地形、地名とも言える。また、それぞれの入り江などには、名称があり、湾口から半時計回りに、パールハーバー、サウスイーストロック、アイエアベー、イーストロック、ミドルロック、 ウエストロックなどの入り江や湾にな、いる。新珠湾攻撃当時、1941年のアメリカ陸軍航空軍引っかむ飛行場。写真の右下は、アメリカ空軍航空基地を経て、2010年にになる。また、基地の東側には、民間施設のダニエル・ケイ上国際空港があり、基地の滑走路を利用している。アメリカ軍拠点名のパールハーバーを、 真珠湾とした書室は1941年12月に日本軍のハワイをアフ島攻撃を報じた新聞の紙面とされ、原徳造によるとこの時に白和館は日本軍が真珠湾に対攻撃を開始したと発表と書いた文章が真珠湾の始まりであるという。原によると開戦時点での大本営にはパールハーバーを指す後はなく、また山本五十六はこの地を 真珠港と書いていた。なお、日本海軍は海戦以前からアメリカ海軍の拠点名を真珠港としている。大本営発表が初めて真珠湾の号を用いたのは1942年3月7日付の特殊戦航艇による特別攻撃対抗法であるとされ、1941年12月の真珠湾攻撃の地であり、アリゾナメモリアルなどの追悼施設があるほか、 毎年12月には、追悼行事が行われている。また、毎年12月7日当日には、全国的に、アメリカでは、テレビなどの番組で、リメンリング・パール・ハーバーなどと放送される。1950年3月7日、アーサー・ W ・ラドフォード提督、当時の太平洋艦隊司令長官は、アリゾナの残骸の上に国旗を掲揚することを命じた。また、 アイゼンハワー大統領とケネディ大統領の任期の間に政府はアリゾナの残骸を国定慰霊碑にすることを決定し1962年5月30日に正式に指定されたアリゾナメモリアルは戦死した乗組員の名が刻まれた大遺跡の壁が船体の上を横切る形で設置されているアリゾナの上部構造及び手法等4基のうち3機は撤去されたが 一機の主砲トーリングは現在も水面下に確認できる。追悼式が毎年生存者も参加して行われている。海上自衛隊の艦艇は真珠湾を通過する際、アリゾナに対して敬礼を行っている。2010年の現在も船体から油が漏れ出し水面に浮かんでいる。1日あたり一ク区オートの油が漏れ続けている。乗組員たちは 最後の生存者が死ぬまで油は漏れ続けるだろうと語っている。生存者の多くは自らの死後仮葬の上、異界をアリゾナに巻いてもらうよう準備している。海軍は湾の環境悪化を懸念して油の漏出対策を考慮している。アリゾナメモリアルは1966年10月15日に国家歴史登録罪に登録された。 艦自体は1989年5月5日にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。毎年12月には追悼式典が真珠湾で行われている。2016年には米海軍と在保のルル日本総領事館主催の初の日米共催となる追悼式典も行われた。日本の現職首相もこれまで何度か真珠湾を訪問している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。